はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。前回の動画で、ヤマタンを入手したよっていうのをやったと思うんだけども、ヤマタン、だいぶね、必殺技レベル上げました。6! これね、7にするのかちょっと悩んでるのよね。6なの、今。で、お松も6。で、マタロウがね、まだ5なのよ。これをね、6まで上げようと思います。で、バイパーも6。アースウォーカーノアも6。結構上げたでしょ。ガチャでもう、いい感じに必殺技が出るんで、上げることができます。で、ヤマタもだいぶね、使えるようになったと思うんだよね。ちょっと見てもらっていいですか。こんな感じで、やってます。これまだ消す速度が遅いのよ。消す速度がまだまだ遅いので、ちょっとね、コンティニューしなきゃいけないのよね。コンティニューしなきゃいけないけども、まあ、そこそこの、スコアを出せるようになったんで、なんか悪いところがあれば教えてください。多分こんな感じでね、上級者の人たちもやってると思うんだけども、まずは、プニが出にくいバイパーを、俺は先にね、あげるのよ。で、その後に、残った奴らを、ちょっとずつ集めて、消していきます。で、そうすると、あれだよね。フィーバーゲージが、そこそこ余った感じで、全員の必殺技が、溜まるんで、いい感じなんだよね。こんな感じか。あと、お松か。お松だね。あと、お松を、ノアがちょっと、あれだね。溜めきれてない。あと一個合わせて、OK です。で、ゲージもいい感じだと思うんだけど、こんな感じでどうなったのね。いつもこれぐらいに、してやっていってます。で、ヤマタンと、ノア、大体半分ずつぐらいで、集めるかな。どっちかというと、ヤマタンをちょっと多め。うん。ちょっとヤマタン多めかな。これぐらいの感じで、やります。当たってるかな。で、そして、ヤマタンの必殺技。で、これを連発していくという感じでしょ？ね。これとこれでいけるか。いけなかった。はい。あれだもんね、ヤマタンの技レベルが、あー、マジか。ヤマタンの技レベルが6になってから、だいぶ安定するようになった。うん。それまでは結構ね、ヤマタンの機嫌次第で、うまいことね、ヤマタンが膨らまなかったりとか、そういうのがあったんで、それがなくなって、だいぶ、事故は減った感じ。だね。オッケー。あと一個。あ、おっと！まあいいや。で、フィーバーに入りました。で、バイパー、マタロウ、お松を入れまして、で、ノア。で、このノアのね、技の当て方がちょっと難しいよね。なんか余計に壊さないような、こういうタイミングで、割る感じでしょ？当たってる？当たってるよね。うん。できれば、おし！単発の必殺技が欲しいのよね。うん、単体ダメージのある必殺技が欲しいけども持ってないからね、これでやっていくんじゃないんだよな。で、
おっしゃ、まだあと半分なんで、ここぐらいか。ヤマタンをもう一回膨らましとけ。あーで、このボーナス玉がね、太いね、太いからある程度消すんだけども、それでもよし、どん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 溜まるからね、これの処理の方法が難しいかな。あー失敗した。いけ、まだいける。じゃあ、あと1回、あと1回、もう1回、よし、これがもう限界かな。こんな感じです。どうだろうか、スコアもこれぐらい。うん、これが俺のね、まあ最高記録は3億かな。3億ぐらいは1回いたことがあるんだけど、だいたい毎回これぐらいのスコアです。これってあれだよね、必殺技の攻撃力ってレベル上限を70までノアを上げればもうちょっと上がるよね。うん、でノアの、必殺技と G 技を上げていけばもうちょっと上がってくるか。うん、まあ周りのバフのやつらのやつも上げていけばもっと上がるか。まあとりあえず今のところこんな感じです。悪いところがあれば教えててください。はい、まあイベントもう少しで終わりそうだね。次のイベントではちょっとポイント稼ぎを頑張りたいと思います。今8040あります。まあ20連ぐらい回せるように最初頑張っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。